que... ありがとう。ライナーとベルトルト。一大事だね。さあ行く。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。覚悟しろ。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。Ah!
人どもめ、次から次へと押し寄せてきやって。死ね。この怪我では。頼む、私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。こら、死んどけ。こら、どうした。被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。死んどけ。救援要請、あっちね。ティナを突破されるわけには。やった。ダメ。防衛線はまだ破られていないな。このまま維持せよ。次だ。やった。拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む、防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。やった。
以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。次だ。死ね。じゃあ見やがれ。よし、無事に拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。戦の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。死んどけ。あの縁談、助けが必要だな。こいつを殺しさえすれば投石はやむ。何としても倒すぞ。はい、班長。見ていろ、獣の巨人。お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。頼む。分かった。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。やった。防衛線での攻防は人類の優勢です。これで終わるとは思え。獣の巨人の狙いは何だ。超大型巨人壁内に出現。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。敵外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。任せるぜ。任せなさい。巨人が進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。何とかして切り抜けないと。ありがとう。おかげで助かったよ。よし、僕たちも防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。ぶっ殺す。救援要請だ。このままでは防衛線を突破される。何としても死守せよ。くそ、巨人などに負けてたまるか。こんなの絶対勝てっこないって。誰か助けて。死んどけ。おかげで助かったぞ。これならまだやれそうだ。あんたたちについていった方が生き残れそう。一緒に戦わせてよ。死ね。
つ。面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。こののっぽ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。やったじゃん。任せてくれ。分かったぜ。ベルトルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。やった。ここにある銀行班長。任せてくれ。ベルトルト、よくも裏切りやがったな。かかってこい。お前なんかには負けねえ。多くの仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。巨人の足を止めた。死ね。ダメ、任せて。壁を狙ったのは根型奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。任せてくれ。こんな時に立体起動装置の故障か。ほら、どうした。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。やった超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きているか、外扉の安全は保証できない。鎧の巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。獣の巨人も引いたか。深追いはしなくていい。作戦終了だ。
おい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。立体軌道で女型の巨人に接近しよう。ボサッとしてんじゃねえ、行くぞ。逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。成功だ。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。まだあんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けど、きっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して、一斉に攻撃を仕掛けよう。あいつのせいで、俺たちの仲間がたくさん死んじまったんだよな。その日、まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。
遅い。何をちんたらしている。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。うん、開拓地域なんてごめんだからね。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ミーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。移動は貴様が1位だ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。何をしている。早く移動して次の訓練に取り掛かれ。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。やった。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。やった。はい、九大点だ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちまうか。おい、さっさと次の訓練地点へ向かえ。やった。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。やった。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ちゃん。獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。やった。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員、引き続き励め。なんだ、あの縁談は。覚悟しろ。押せよ。やった。やった。
時間はないぞ。最後まで全力を尽くせ。だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。それまで。さて結果は、ライナー・ブラウン、お前が1位だ。さすがだねライナー。よし、これなら成績上位にはいけそうだな。これで本日の訓練は終了だ。
希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。母ちゃんの手紙の返事書こうとしてるんだけどよ、真面目に書こうとすると意外とやりにくいもんだな。ところで俺は立体軌道には結構自信があるんだが、お前の目から見て他の技術はどうだ。新兵としては十分かもしれないが、調査兵団で生き残っていこうと思うならこの程度じゃダメだよな。お前はいつの間にかだいぶ実戦経験を積んだみてえだが、差をつけられちまったかな。あ、お前と一緒の任務に行けるよう上官に掛け合ってもいいか。
巨人の討伐経験、実戦慣れしてるお前がいてくれれば安心だ。いいだろう。そう言ってくれると思ってたぜ。決まりだな。まあ、あんまり面倒はかけないようにするからよ。頼んだぜ。俺がやるんだ。ごめんだと思ってた。いいの。これが俺たちの選んだ仕事なんだ。どうせ戦うんなら徹底的にやってやろうぜ。腕を上げねえと死んじまったマルコにも笑われちまうだろうしな。あの縁談、助けが必要だな。そろそろ作戦に取り掛かるとしよう。覚悟しろ。すまない、壊れずに済んだ。いいってことよ。やり救援要請だ。邪魔、見やがれ。切り刻め。いや、ほらどうした。もっと刻んでやるよ。
戦に取り掛かるとしよう。ありがとう。なんとかできてよかった。あの円盤、救援要請か。死ね。いい動きだな。俺も負けられねえ。死に刻め。もっと刻んでやるようだ。やり抜かなきゃなんねえ。死ね。邪魔、見やがれ。死に刻め。次だ。なかなか見どころあるじゃねえか。もっと刻んでやるよ。やった。せい。邪魔、見やがれ。覚悟しろ。手を貸してくれないか。邪魔、見やがれ。覚悟しろ。やり。もっと刻んでやるよ。やった。刻んでやるよ。ほら、どうした。
いいかな。死ね。サロエンダル救援要請か。やり助かった。なんとかできてよかった。